どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さあて、今週の新機体は、思ったより素早いぞ。いいな。はい、ビショップとジムインターセプトカスタム FB ですね。ビショップという名前ですが、サイコミュ試験型族、と言った方がピンとくる人多そう。きたー、今回は60連引き分けってところですが、ここからが本番。もう一つの目玉機体、インターセプトカスタムが出るまで、普通に嬉しい。最近思うんですけど、バトーペ総価金額世界記録保持者なんじゃないかなって思うんやけど、どないやろか。まあそうだったとしても、ただの不名誉なんでどうでもいいんですけれども、おお、これはもしや200連到達するのでは。成し遂げ、200連成し遂げたぜ。はい、ということでね、バトーペでいたお金をバトーペに還元していく地産地消系 YouTuber って感じですね。なんだか爆死するたびにこれ言ってる気がするんですが、ピンポイントに狙う重課金だからこうなるわけで、普通のプレイヤーが普通に回せば期待も結構出るし、他芸に比べれば全然いいがしゃなん。どんどん行ってみましょう。成し遂げたぜ。310連か、まあまあ手強かったですね。しかし10万入ってないので、まだまだ雑魚といったところ。今回も一辺の曇りもない日本の夜明けのような完全勝利、ありがとうございました。期待チェック。今回はインターセプト使っていくよ。まず機動力なんですが、なかなかに快適。こちらカスパなしですが、それでも快適。武装は2丁ロケットバズーカ、専用ビームサーベル、東部バルカンに多連装ミサイルランチャー、そしてビームスプレーガン。兵装は2丁ロケットバズーカから2丁ハイパーバズーカに換装可能。切り替え時間はほぼ同速。射程と弾数でハイパーバズーカが勝りますが、威力と発射間隔はロケットが上。どちらも優れた部分があるので、どちらがいいかは人による好みの範囲内かと思いますね。ちなみにリロードはハイパーが上。バルカン、普通にバルカン。この機体はミリ削り武器が他に2つあるので結構いらない。多連装ミサイルランチャー、サンボルガンダムと違い、ダッシュ中の射撃はできない。自動射撃は可能で、なかなかの高連射。よろけに必要な弾数は7発ですね。5発の余裕があり、そこそこ使えそう。ビームスプレーガン、結構当てやすく、ミリ処理にも使えるし、3発当てればよろけ。間隔を空けて3発打ち伸ばす回避してもいいですが、ミサイルと織り混ぜるといい感じによろけ取れそうですね。ちなみに演習のリスポーンはスライド式で、大変シャレオツな感じになっております。専用ビームサーベル、N 格闘、横格闘は普通ですが、下格闘がまあめっちゃ踏み込む。最初はこれ連撃絶対やりにくいやんって思ったんですが、ドラッツェ風下角度区間すれば結構使えることがわかりました。しかし連撃はやはり安定しないので注意。新マップチェック。まずリスポンしたら、横の小道と正面のメインストリートがあるんですが、横の小道は裏取りに使うかどうかって感じぐらい、正面安定やと思いますね。中央の中継が2個あるパティーンのマップ。いいね、一つだと一方的になりやすいから2個の方がいいと思うよ。はい、こちらがぜひ取っておきたい中継ポイントなんですが、この壁の下のいやらしい隙間が車線通ってる上に、普通に正面や横、上からも爆風ドカドカ打ち込めるので大変危険。ということは逆に相手の中継取りも阻止しやすいってことですな。ステージは非常に狭く、この開放感ある宇宙区間側もネットにより出れない。横もそうですが、縦も狭く、強制殴り合い会場となっております。しかし車線を切る遮蔽物はめちゃくちゃ多い。一本道でメイン中継が2つ、狭い殴り合い会場、人気ナンバーワンステージ、墜落跡地にかなり寄せてきてるんじゃないかな。横の小道に入ると即本拠点なので、爆破の時に使うかなぐらい。それで端一線の方行ってみましょう。ジムインターセプトカスタム、出る。まあなんだかスーパー爆死するたびにメルセデス合社だとか、ルイ・ヴィトンコールドブレードだとか言ってるんですが、このインターセプトは10万台乗ってないので、そういうのはないですね。君はまだステージに立っていないって感じでしょうか。自分でも何を言ってるのかよくわからんけど、初手歩兵焼き狙いましたがダメでしたね。もう一度演習こもる必要がありそうだ。この宇宙要塞内部コンセプトは、
地上のような戦い方ができる、進行ルートがある、ということだそうで、宇宙の不人気を払拭するために地上寄りのマップに仕上げてるようですね。このクソ狭いマップで支援砲撃要請したらめっちゃ強いのでは、しかし支援要請はできないらしいのでご安心。よし、この戦闘はこのガーカス君をボコリ、あばあ、やっぱり連撃に組み込むとすっぽ抜けやすいですね。だんだん囲まれてきておりますが、3次元起動プラス高起動プラスマニューバーアーマーで余裕の脱出。今回のアプデ結構大型なアプデとなっておりまして、まずこの新ステージ宇宙要塞内部の実装、加えて宇宙船の大幅な仕様変更、これまでは上昇下降操作を織り交ぜないと、3次元的な移動ができなかったのですが、今回の調整により移動スティックを倒すだけでその方向に上下の動きも入るようになりました。宇宙船慣れてる人には当たり前にできてたことですが、重力に魂を惹かれてた人にはかなり嬉しいアプデ、多分。さらに N 格闘とした格闘を繰り出す際の謎の全身モーションがなくなり、よろけ取ったぞ。任せときなさーい。格闘が地上と同じ感覚で触れるようになり、敵機体の吹っ飛び距離も少なくなったので、追撃がしやすくなり、宇宙船難しいんごという参戦しづらい敷居が低くなりましたね。とはいえ、回避運動などは上昇下降を織り交ぜる操作が強いと思うので、技術介入要素は健在。宇宙民はこれまでとあまり変わらず操作ができて、宇宙苦手民は操作性が向上。両アプデなんではないでしょうか。このガーカスめっちゃ来ますね。三つ組体で教えてやるよ。あ、しかしもうアーマーがもたんときが来ている。もう少しだけ、もう少しだけがもっとペロペロしたかったぜ。全体マップはこんな感じ。やっぱ墜落に似てる気がする。3戦ぐらい仕様変更された宇宙戦ったんですが、印象としては、ほとんど変わりなく戦えますね。そもそも宇宙民は移動中上昇効果を元から押してるので変化が全くなく、N 核が使えるようになったねってぐらい、下核の伸びがえげついインセプですが、射撃も3種類あるのでとどめ力も高め、そうそう今回のアプデで大きく変わったことがもう一つ、えげつい下核抜けてみよ。ここ気づかなかったんですが味方にも当たってますね。ということでこの場を借りて言いたいと思います。それでは聞いてください。申し訳ない。いい感じですね。連撃には組み込みづらいですが、めっちゃ当てやすい。今回の調整でなんと地上と宇宙のレートが分けられることになり、公式サイトに詳しく書いてたんですがめっちゃ長文だったのでちゃんと見てないんですが、地上レートと宇宙参戦数によって初期宇宙レートは割り出したみたいですね。ちなみに私は B プラスと判定されました。今日から宇宙頑張るぞい。ここから飛ぶ部隊離間弾道下核に震えて課金しろ。こういう時にさっさとスプレーガンでも撃てばいいわけなんですが、乗り込みが甘いんでもたもたしちゃいますね。後ろを取れる予感、隣接に背中を見せるということは下角が飛んでくるということ。決まった。電撃に組み込むのはあんまりとわかっていてもついつい手癖で出しちゃいますね。ちなみに今回のもう一つの新機体ビショップは初のサイコミュ兵器を搭載しており、どう考えてもインセプよりこっちの方が楽しいやろと思ったんですが、いかんせんこのステージ、私の見立てが間違っていなければ支援きつそうなのでやめておきました。ちなみにこのインターセプトカスタム、緊急回避がないという明確な弱点があるので、ボコボコにはめれば一丁上がり、逆に使ってる側はいかにスピードとマニューバで撹乱するかじゃないでしょうか。400コストドラッセって感じの猛烈なアタック。もうワンドラッセ、キー、ノードラッセでフィニッシュ、死体切りやめてくれメンス。墜落跡地よろしく、で手速乱戦会場なことが多いのはいいですね。大体どのゲームでも日本から前線が遠いマップはクソマップなんでね。新マップいいっすね。常に戦ってる感じがするし、チクチク引き打ち射撃戦でもない。ただ一点気になるのは支援機一致してる。ってことでしょうか。ミリ残りで粘ろうなどとこのインセプの前では叶わぬ夢。チュン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 。枚数さ、前線で壁張れる人の枚数型の宇宙よりも重要そうな感じあるな。ちなみに宇宙動画上げるたびにボタン設定どうしてますかって聞かれるので貼っときますね。宇宙も地上もこれです。悲しいけど支援機怖くないのよね。暗礁中域でたまにめっちゃ強い支援機いるからなぁ。
簡単に宇宙支援強化すると、今度は暗礁で支援機無双始まるから調整も難しそう。なんだか全然カットされませんね。これが高機動、三次元移動、マニューバーの力である。多分この機体の下核はドラッセよろしくキャンセルが高速で入るので、カウンタータックルを2発させるのもいいかもしんない。いろいろと面白い。だから、捕まった。クソザコ停止方向変換してたせいですね。この痛みは今しめとして受け取っておくぜ。生き残るんですけどねー。素晴らしきです管理。はい、宇宙レイジングでした。活躍して激励も飛ばしている魔王ことなき仕事人。インターセプトクーマー悪くないんじゃないでしょうか。ただやはりネックは緊急回避がないこと。甘えた動きが即死撃破につながる機体かもしれませんね。それでは今回はこの辺でー。